今日はこの時期ならではの自然を楽しめるスポットを紹介します。それが鳥海山のふもとに広がる獅子ヶ花湿原。清らかな水の恵みにブナの原生林、そこには神秘的な空間が広がっています。獅子ヶ原湿原の魅力を存分に楽しめるトレッキングツアーに参加してきました。三ヶ穂市久方町の獅子ヶ花湿原、鳥海山のふもとに広がるおよそ26ヘクタールの湿原は国の天然記念物に指定されています。おとといは中島台のブナの森、そしてその中にある獅子ヶ原湿原を散策するトレッキングツアーが開かれ、県の内外から5人が参加しました。コースはおよそ5キロ。ブナの原生林に囲まれた森の中を散策しながら、日本一の太さを誇る形が変わった奇形ブナ、あがりこ大王や、世界的に見ても貴重とされる苔の群生地、鳥海マリモを目指します。いざ出発。私もツアーに参加しました。今日はかなり涼しくトレッキング日和となりました。私もついていきます。ガイドを務める佐藤光さんが見どころを丁寧に説明してくれます。そうなんですよ。でブナって結構こうまっすぐピュッピュッピュッと生えてるようなブナの木なんですけど、でもこの辺のブナの木ってなんかちょっと違いますよね。なんかコブがあったり、さっき頭注意したところみたいにこうグニュッと曲がってたりとか、はい、ここのブナちょっと変わってます。さまざまな形のブナを見ながらゆっくり散策します。1時間ぐらい歩いてきたんですが、本当に鳥の鳴き声、そして川の流れる音と聞こえて本当にリラックスできます。そしてついにあがりこ大王に到着。あがりこ大王は樹齢300年以上、幹周りは7.62 メートルで、奇形ブナとしては日本一の太さなんだとか。いや、こちらに見えるブナの木なんですが、本当に不思議な形しています。あちらに見えるのが猿、そしてこちらが象の形に見えるということで、生命のこの力強さ、パワーというものを本当に感じます。さらに進むと、川底にはボール状に集合した固有の苔、鳥海マリモが生息しています。鳥海山からの豊富な湧き水などが作り出した、まさに自然の恵みです。現在は落ち葉などがかぶっていますが、来月頃にはより緑が深くなるということです。自然の恵みを存分に味わい、3時間のトレッキングを終えました。お疲れ様でした。ちょうど3時間かけて帰ってきました。道中さまざまな形のブナがあり、本当に見ているだけで楽しめました。そして何よりこの森の空間ですね、本当にもう歩いているだけでリラックスできました。仕事を忘れるくらい癒されました。すごい楽しかったです。思ったより急じゃなくて、初めてなんですけども、ブナの木とかすごい綺麗でとても良かったです。癒されました。徳島から参加した人は、いや、雑誌に山毛かなんかに載ってて、一回は来てみたいなと思って、今回たまたまチャンスがあったんで、行きたい時来ないとずっと来られないとこってあるんですよね。ブナの森って結構白神山とか行ったことあるんですけど、ここやっぱり独特ですね、木の形が。このトレッキングツアーは今月23日にも開催され、10月には紅葉を楽しむトレッキングツアーが予定されています。自然のパワーを全身に感じられました。初夏の新緑を楽しむトレッキングツアー、いかがでしょうか。